ちゃんです。けんちゃんです。ゆうさんです。僕たちの遊び場。はい、はい、今日は僕がやりたいことです。お、何？今回は皆さんからの質問にいろいろ答えていきたいと思います。はい、やんか。あ、はいはい。はいはい。令和になった瞬間何してましたか？あー、いいね、これ。これたまたまなんだけど、うん、高校のサッカー部の一人が結婚報告されて、高校のサッカー部で、まあ、飲んでたんだけど、うん、で俺が合流したのがもうね23時とかだったの、仕事終わりだから、ギリギリ、うん、でみんな終電で帰りたかったんだけど、はい、電車の中で令和は嫌だ、いやそれは嫌だ、終電でね、でもう一回お店入り直して、うん、でしかもそのお店がなんかカウントダウンやってくれて、あーすごい、クラッカー渡されて、まあやりますよね、そうで令和ってやってお酒飲んで令和ってやって幸せです。何してたの？僕はお母さん家にで、うん、まあ6人中4人で集まれる人だけ集まって、もうなんかノリでカラオケ行くみたいになって、なんか平成の懐かしい曲歌おうってなって歌いながら、何歌った？青春アミーゴね、とかもうそのドラマの主題歌とかですね。トリッピーは？俺は多分新喜劇見てた。家で？やば。はい、舞台中にやらかしてしまったことの中で一番印象的だったことは何ですか？あ、でも2人はありそう。桃源郷ラビリンスっていう舞台があって、おお、最近、まあ、ミスっていうかその熱が入っちゃって入りすぎちゃっただけなんだけど、まあ鬼役の子が、まあ、僕なんですけど、うん、まあ、一番最後桃太郎にあの刀を投げてこいつファンって切るシーンがあるの、かっこいい、一番かっこいいとこだ、そうそう、ピューンってこう桃太郎に投げたわけですよ、うんうん、そしたらガシャガシャ持ち手がこう飛んでくるんだけど、逆が来て、うわうわー来てバーッなったなって、練習もクソほどしてんねん、なんなら稽古場でやで、うん、言うな、それだけは言うなって、稽古場でこの投げる練習してて、こうやったら落としすぎたよね、急にポロッと折れて、えが、うん、折れて、そしたらこいつの被ってた帽子がクラッシュオンユー、こいつめちゃくちゃおもろかったよ。AA さん、うん、10日間まるまるオフになったらどのように過ごしたいですか？いやだってこの間のねゴールデンウィークそうでしょ。ああ、そっかそっかそっか。僕は家族旅行したいです。広島帰りたいですね。ああ、10日間はあれかもしれないですけど。もう広島からいろいろ発生で行けるもんな。そう、まあ四国行ったりとか九州の行ったりとかしたいですね。キャンピングカーとか乗ってきた、新幹線とかより。俺あれだよ、なんか合宿で取れるなんか資格取りたい。一泊二日行けば取れる資格とか。ああ、なんかそう。あ、ダイビングとか。スカイ。ああ、ダイビング。なんでスカイに？あ、だってサーフィンやるもんね。あ、そうやね。確かに。サーフやから。海の。うざいね。サーフ、俺サーファーやから。最近何人相手に、あ、友達に会ってない。友達に会ってない。じゃあ次僕いいですか？はい。メイさん。メイさん。女だったら誰と付き合いたいですか？ガゼン鳥越やろな。いやでも、でもさ、リアルにさ、その、見たことないじゃん。その、リアルに女の子と二人っきりの、どういう、でも分かんない。じゃどうすんの？もう、デート何？みんなアピールポイントよ。あ、そうだね。もし、俺と付き合ったら。大人やで。笑いを取るところは取るし、まったりするところはする。うん、もう、包容力とは鳥越っていうこと。ああ、うん、はい。俺のいいとこ？女の子に出して。あ、でも、俺が物欲とかどっかに行きたい欲がそんなにないから、うん、ないな。だから向こうからの提案に全部乗る。つまんないよな、ね、そんな、そんな男は、ま、僕はなんかやっぱお買い物とか付き合えるし、コスメの話もできるし、割とその男性的な部分と女性的な部分を持ってるゆうたろうがいるので、どっちにも使い分けることができる。違う、悪魔しかいない。悪魔と悪魔天使ない。悪魔じゃあゆうたろうに決めてもらおう。いやガチな、え、僕が決めんの？そうだ、どっちかもう決めよう。わかりました。ゆうたろうが女だとしたら、はい、どっちと付き合いたいか、本気のやつ、はい、本気のやつ、本気のやつ、で手に入れます。男同士で僕が付き合いたい人は、うん、おいしょー。お金を払ってくれるというのはすごく大きいですよ。払ったよ、この前頑張んよくこれからの人生においてやっぱ食費って一番かかるじゃんわけじゃないですか、はあ、そこやっぱ補っていただけるのでかいですよね。あいつは金でしかないろくな女じゃねえあいつ。今回はラページュさんからのリクエストで語尾ににゃんをつけてお別れしましょう。チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。にゃん
28歳。